頭かしら。そうなんですよ。よいしょ。はい、オッケー。今度左足だけ、片足だけ。はい、ゴー。左足だけ。バランス、バランス、足首のバランス。タトゥーだけで負けてるやつ。いや。足返して、足首もしっかり、足首のバランスもしっかり取る。続編だよ。買ってもらいます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。だから別にそれ買うからって家でやると美味しくないじゃんって話。コロナが続いたら徐々に連れてもらって。だから別にいいよ。焼き肉でいいから。いいんでしょ。全然良くない。いや、なんかこれは一旦ステイで他のものは普通に買う。今シーズン、横浜FCのキャプテンを務めることになりました長谷川達也です。チームが J1 に昇格するために、自分自身持っている力を最大限出して、このチームみんなで力を合わせて J1 昇格に向けて頑張っていきます。今後とも応援よろしくお願いします。今回横浜FCのキャプテンに任命された六谷二です。選手一丸となって、個人個人の成長をしながらチームで勝利をして、三沢でみんなと勝利を分かち合いたいと思います。
昇格するときには、満員の三沢でサッカーがやれることを夢見て一生懸命やっていくので一緒に戦ってやっていきましょう。よろしくお願いします。今シーズン副キャプテンをさせていただくことになりました、22番岩田和也です。J1 昇格のために、覚悟と、自覚を持ってやりたいと思います。そして、最後に、サポーターみんなと一緒に笑って J1 昇格を決めたいと思います。頑張ります。副キャプテンになりました斉藤光介です。J1 昇格に向けて、クラブのために戦います。一つでも多くサポーターの皆さんと喜べるように、そして最後に笑って J1 昇格できるように一緒に頑張りましょう。横浜 FC 監督の四方田です。2月19日からいよいよ今シーズンの戦いが始まります。チーム一丸で全力プレーをして J1 昇格を勝ち取りたいと思います。本日から開幕戦のチケットも販売開始しています。ぜひスタジアムに足を運んでください。